ピグはウェバリー、こんな感じでございますね。ヘリンボーントリムでトップはアディロンダックスプルースト、サイドがブラジルシラットですね。はい、皆様こんにちは。グーチーズサイドパーク店の橋川でございます。ギターが到着してから約2週間ですね、経過しまして、まあ、先週1週間目でちょっと音の違いをね聞いていただきましたけど、今回は2週目ということで、どういう風に音が変化したかちょっとご紹介したいと思います。どうしましょうか、何か弾きましょうか。でも早速音をちょっと聞いてみましょう。だいぶ音の感じは出てきたような気がするんですけど、旗で聞いてる方はいかがですか。いや、あのだん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 スムーズになってきてますね。あの音がだん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 スムーズになってきてるという感じに聞こえますね。風に聞こえるそうです、旗から聞いていると。で、まあ、あのこの前モースさんからも連絡があって、あの拝見してますと、大変恐縮ではございますが拝見してますと言われてまして、ぜひ2週目もね音のチェックをしてくださいとリクエストいただきましたので、今日ちゃんとお届けしたいと思います。 で、 あのできたばっかりなんで弦をこう多少緩めておいてもらえると、まあ、弾かないときは緩めておいていただけるとありがたいという話もいただきまして、あの購入したあのケースの中にもそういう注意書きみたいなのが入ってるんですけど、あのノンアジャスティブルのロッドなので調整が要はいわゆるできないやつですよね。なのでできれば弾かないときは1音から1音半ぐらい緩めておいてくださいということで、だから僕なんか1音下げてこの2カポにしてレギュラーの音になるような感じで弾いてるんですけど、まあ、季節的にもねいろいろあの日本は四季がありますからね、はい、あのちょっとそういうのは気をつけて、まだ出来たてなんで、そうですね、ちょっと赤ん坊のように優しく、はい、佐藤さん、あの旗で聞いてたあの音の感想をちょっとください。あのでも前回も全然弾けますね。まだ弦もそのまま全然変えてない、ちょっとこの辺抜けてきちゃったけど、だいぶサスティンは前よりもあるね。ある、音の残響のそのコード弾いた後の残りがなかなかいいですね。だいぶ音の感じが変わってきましたけど、そうですね、どうですか。なかなかね、まあ、スムーズよりもやっぱりその余韻をねだいぶこう、まあ、箱鳴り感というかサスティーンがだいぶ出てきてますよね。そうですね、あの自分でもあの完全に弾き慣れてきた感じが、うん、だいぶあの立体的な音になってきてます ね。直線的だったんですけど、だいぶ立体的な感じでこう結構ピッキング の、 そのタッチとかニュアンスがより出やすくなってき始めている、そんなところなんじゃないでしょうかね、まあ、2週間弾いてねようやくちょっと自分の楽器になりつつあるから。おいいねいいね。まだでもここからだいぶ手強さがまだあるんじゃないかと。いやまだまだそ
そんなこれからガンガン弾いてもらわないと。そうですね、そんなに逆にすぐに音が出ても面白くないなっていうのがアディロントップのやっぱブラジリアンバックサイドですからね。そんな簡単にはね。一応これだから1週目2週目やったんで、はい、まあ開けてから1ヶ月後だからこれから2週間後ぐらいにもう1回撮ろうかなと思うんですけど、はい、そう1ヶ月待てないでしょうね皆さんね。こうどうなったのって電話問い合わせ入りますからね。だから一応まあ8月の10日ぐらいに来たんで、はい、9月10日ぐらいに1ヶ月目ということ で、ね、そうですね、撮りたいなと、はい、ちょっとそれでいいんじゃないでしょうかね、はい、あのももさんもご覧いただいているようなのでぜひお楽しみにしていただければと思います。もう仕事を忘れて毎日弾きまくってもらってですねいい音になるように、はい、頑張ってください、はい、頑張ってください、はい、じゃあぜひ皆さんお楽しみに。